ついにコアブレイズが動き出しました。コアブレイズが提案した代替エネルギーということですが、その力の源は凝縮された宇宙エネルギー、つまり世界が持つ力、霊力です。世界を丸ごと飲み込むほどの巨大なエネルギーのうねりも作ることができるでしょう。はい。そして今、2102年の六本木でコアブレイズが暴走しています。一つの希望に、みんなの願いを。マールを、マールを頼んだぞ。マール、大丈夫か？これでアッシュレイに会える。私は君もアッシュレイも止めることができなかった。歴史はまた予定通りの未来へと流れるだろう。そうか、君が真の鍵だったのかもしれないな。けれどもう遅い。これで世界は滅びる。まだ間に合うわ。
ルナス。ああ、アシュレイ。そこにいたんだね。ルナス、会いたかった。私の名はアシュレイ。アーシア、ルナスと共にジパングの守護者だったもの。アカシアクロニクルに記載されていたこととはいえ、ジパングの崩壊を加速させ放置したのは間違いなく私たちの失策です。ジパングを守るべき私たちがジパングを崩壊へと導くなんて、これ以上の過ちはありません。必ずジパングを守り抜きます。ルナス、一緒に行こう。そして彼女には私のこの力を。あなたはまだ命耐えるべきではありません。マール、マール、マールの体温が戻ってきている。不老不死の力は肉体を操る力。これで少女は回復しました。リーダー、妹さんを連れて急いでここを離れてください。ここは危険です。もうすぐ。アシュレイ、アーシア、最後まで私を信じて手を貸してくれてありがとう。そしてあなたにきちんと説明できず申し訳ありませんでした。数えきれない場合の数のうち、たった一つの可能性に全てをかけていたので、前もって話すことができませんでした。あなたにはいくら感謝してもしきれません。これから私はジパングを消滅させる高エネルギー体を私の体内に封印するつもりです。私の封印は失敗するでしょう。エネルギーに飲み込まれて制御力を失い、世界を破壊することになります。それがこの世界の決められた定め。どんなに抗っても避けられない結末です。ですが、破滅のエネルギーを創造のエネルギーに変換することさえできれば、アカシアクロニクルから解放されると同時に、ジパングは真の自由な世界に復活することができるでしょう。あなたは破滅の力を創造の力に変えられる鍵、あなたの手で私を止めてください。アシュレイがエネルギーのうねりを体内に封印しました。そして最後の敵が現れました。これで最終段階に差し掛かりました。ジパングを飲み込む巨大なうねり、次元を襲う高エネルギー体、それを封印したアシュレイ、天使アウフヘーベンを阻止するのです。ええ、それがあなたの鍵の役目です。
アーシア、どうか後を頼むわ。皆さんありがとう。世界が崩壊している。今すぐ脱出を。私のことが見えるか？うん、見えてはいないけど感じることはできるわ。とても鮮明にね。すまない。私は君のことを諦めることができなかった。大丈夫よルナス、知っているわ。もう大丈夫だから。私たちはこのまま消えるのか？新しい世界でまた一緒になるの。心配していました。体調はいかがですか？よかった。さあおかけください。その後のジパングのことをお伝えしましょう。あのあとアウフヘーベンの討伐によりうねりと呼ばれていた高エネルギー体の発生は阻止され、ジパングの崩壊は免れました。アシュレイがフシの体に取り込んだ消滅の力はあなたという鍵により創造の力に変わり、新しい世界の土台を築きました。そしてあなたに助けられ改心したデュナス。生命の意志はアウフヘーベンによって衰えた生命の力を集めて世界を復活させました。ジパングは生まれ変わったのです。そして何より大きな変化は、あなたがジパングの歴史に大きく関与したことでアカシアクロニクルそのものが消滅し、ジパングがその呪縛から解放されたことです。本当にありがとうございました。これから先のジパングがどうなるかは私にも分かりませんけれど、それは確実に
ジパングの民自身の手によって作り上げられていくことでしょう。私はアシュレイとデュナスの意志を引き継ぎ、最後の守護者として生まれ変わったジパングをこれからも守り続けるつもりです。